シャーニングスター童話劇第10話白雪姫。白くて歌がうまいソギ姫は小人と住んでいました。鏡でソギ姫を見たストーム魔女はソギ姫がとっても可愛くて連れてきたくなりました。ストーム魔女は小人たちがいない隙にソギ姫にデザートをあげようとしたが、その姿を偶然見たキュリオ王子がそのデザートを代わりに食べてしまいました。キュリオ王子の褒め言葉にテンション高くなったストーム魔女は小人まで呼んでみんなにデザートを作ってくれました。おしまい。